クロム酸酸化は6化クロム化合物を利用した酸化反応のことである。第1級アルコールからアルデヒド、またはカルボン酸、第2級アルコールからケトンへの酸化反応に利用されることが多い。その他、ベンジ類、メチル元のカルボン酸への酸化、アリルくらい、ベンジルくらいのメチレン元のカルボニル元への酸化などにも使用される。酸化に使用されるのは無水クロム酸、クロム酸、 ネクロム酸といった化合物の塩や削体である。これらの化合物は、共産性条件下においては、非常に強い酸化力を持ち、有機化合物は完全に分解される。酸化したい、肝能元だけを、選択的に酸化し目的とする化合物を修理強く、得るために、pH をコントロールしたり塩基を共存させたりする、様々な反応条件の工夫をした。 酸化方法が開発されている。クロム酸酸化におけるアルコール及びアルデヒドの酸化反応は以下のような機構で進行する。まずアルコールのクロム酸エステルが生成し、アルコールの酸素の隣の炭素上の水素とともに、フォーカのクロムが脱離することでアルデヒド、またはケトンとなる。さらにアルデヒドは水和によりゼム、ジオールとなった後に、クロム酸との反応で、 クロム酸エステルを生成し、同様に反応してカルボン酸となる。そのため、アルデヒドの段階で酸化を止めるためには、水の存在しない条件での反応が必須である。この反応機構での立足段階は通常は放火のクロムの脱離の段階である。そのため、ある程度アルコールの近傍に、 立体的に傘高い地換気がある方が脱離の活性化エネルギーが小さくなるために反応が早い傾向がある。例えばアキシあるいに水産元を持つシクロヘキサノールの方がエクアトリアルイに水産元を持つシクロヘキサノールよりも酸化が早い。六花クロム化合物は強い毒性を持ち土壌汚染や水質汚染の原因となるために排出が厳しく規制されている。 そのため他の酸化反応が利用されることが多くなっている。クロム酸根液は6カクロムを硫酸水溶液に溶解することによって調整される酸化剤である。50%程度の硫酸水溶液にクロム酸塩を溶解したクロム酸根液は実験室においてガラス器具に付着した不溶性の有機化合物を分解除去するために使用されてきた。 しかし、六角クロムは環境への負荷が高く、排液の処理の問題から現在では使用されることが少なくなっている。反応に使用するクロム酸攻撃としては、1889年に E. ベックマンによって報告されたニクロム酸カリウムを15%程度の硫酸水溶液に溶解したベックマン主薬や1901年に H. キルニーによって報告されたニクロム酸。 ナトリウムに水和物を20%程度の硫酸水溶液に溶解したキリアに主役がある。これらは現在では、ベンジ類、メチルトをカルボン酸に酸化するのに使用される。アルコールの酸化にも使用されていたが、現在はよりスムーズに反応することが多い、ジョーンズ酸化にとって変わられている。また、硫酸水溶液の代わりに酢酸,酸を溶媒とした6化。 クロム化合物も酸化剤として使用されている。これらはアルコールの酸化のほか、アリルくらい、ベンジルくらいのメチレン元のカルボニル元への酸化に使用される。ジョーンズ酸化、ジョーンズ酸化は1946年に ERH ジョーンズらによって報告された無水クロム酸の硫酸酸性溶液を酸化剤とし、アセトンを溶媒として用いる酸化反応である。 1> 第1級アルコールのカルボン酸への酸化、第2級アルコールからケトンへの酸化に利用される。無水クロム酸には目的物のケトンをさらに酸化する酸化力があるが、系内に溶媒として大過剰に存在するアセトンが優先的に酸化されるために過剰の反応を抑えることができる。サレット酸化は1953年に LH サレットらによって報告された無水クロム酸のピリジン溶液を用いる酸化反応である。ピリジンの範囲によって無水クロム酸の酸化力が低下して過剰な反応が抑えられる。第2級アルコールからケトンへの酸化反応に利用され、通常の第1級アルコールからアルデヒドへの酸化の収率は低いことが多く、カルボン酸への酸化も目的物がピリジンとしよう。 形成して回収が困難となる欠点がある。しかし、第1級アリルアルコールや第1級ベンジルアルコールのアルデヒドへの酸化は、収入率が比較的良いことが多い。この反応を行う場合は必ず過剰のピリジンに無水クロム酸を少しずつ加えていく。逆に加えたり、一度に多くの量を加えたりすると発火する危険があるためで、ある。 1968年に JC コリンズらによって報告されたサレット酸化の改良法でサレット酸化の活性種であるピリジン無水クロム酸、削体ニクロ酸を赤色の結晶として単理し、ジクロロメタン中で反応を行う方法である。サレット酸化と比較して、第1級アルコールからアルデヒドへの酸化の収率が改善している。しかし、ピリジン無水クロム酸削体は、 気質のアルコールに対して、大過剰に使用する必要がある。またピリジン無水クロム酸削体が、吸湿分解しやすいため保管が難しく、使用することに調整する必要がある。クロロクロム酸ピリジニウム PCC、クラクロマイナス3は1975年に、イライアスコリーラによって報告された、酸化剤で、無水クロム酸の塩酸水溶液をピリジンに加えると、得られる結晶である。 TCC 酸化では、ジクロロメータンを溶媒として、反応を行う。第1級アルコールからアルデヒドへの酸化、第2級アルコールからケトンへの酸化に使用される。コリンズ主役と異なり、主役に吸湿性はなく普通に保管が可能であり、また気質に対してそれほど過剰に加えなくても反応が、完結する。やや強い酸性であるため、それに起因する副反応が起こることがある。 また、PCC 単独で酸化反応を行うと、還元されたクロムとピリジンのペースト状の残渣が生成し、これに生成物が取り込まれて収率が低下する。そのため、粉末のモレキュラーシーブやセライト、シリカゲルなどをかなりの量添化して、これらに残渣を吸着させて生成物を抽出しやすくする手法が一般的である。このペースト状の残渣は濃厚なアルカリ性。 水溶液には溶解する。PDC2CR2O27 は1979年に EJ コーリーラによって調整された酸化剤で無水クロム酸の水溶液にピリジンを加えると得られる結晶である。なお、無水クロム酸の水溶液を過剰のピリジンに加えて得られる酸化試薬はコーンホース試薬と呼ばれ1962年にすでに報告されていたが、 PDC はこの主役の活性種と考えられている。PCC と同様に主役に吸湿性はなく普通に保管が可能である。反応性も PCC と類似しているが、PCC とは異なり中性の主役であるので、酸性化で不安定な基質に対しても使用できる。PDC 酸化では、ジクロロメータンを溶媒として反応を行うが、ジメチルホルムアミドを溶媒とすることもある。 DMF を溶媒とした場合には、第1級アリルアルコールや第1級ベンジルアルコールはアルデヒドで酸化が止まるが、それ以外の第1級アルコールはカルボン酸まで酸化される。ペースト上残渣の発生を防ぐためにモレキュラーシーブなどを併用するのも PCC と同様である。ありがとうございます。